ちょっと寝起きやから顔が腫れてるんですけど、ご飯食べまーす。ちょっと雨が降ってて、今日有酸素外でできひんし、ジムで有酸素して終わりかなと思ってたんですけど、地面も濡れてないかったから、有酸素したついでに外でご飯食べようかなと思って、昨日買ってたパンを食べます。最近朝にパンを食べることにハマってて、低脂質のパンをめっちゃ探してるんです。中にチョコレート入ってる。いただきます。おいしい。最近はめっちゃ生活習慣が変わって、今までだったら朝起きてすぐ準備して仕事をして、で仕事終わってから動画の編集したりとか、まあいろいろして寝るっていうのが毎日のルーティンやったんですけど、2月の1日からジムに通い出して、2月の末くらいにちょっと体の変化が見えてきたから、めっちゃ楽しくなってきて、3月に入ったら暖かくなってきたから、なんかまたちょっと新しいことしたいなみたいなんて思ってた時に、空腹有酸素っていうのがすごいいいよっていうのを知って、朝起きて顔洗って歯磨きして、もうすぐに外に出て20分から30分ウォーキングして、家帰ってから朝ごはんを食べるっていう風にすると、なんか脂肪の燃焼がしやすいっていうのを聞いたから、3月に入ってからジムに行かない日は空腹有酸素をしてるっていう感じです。そのおかげで夜もめっちゃすぐに寝れるようになったし、朝もパッと起きれるようになって、なんか自分自身も変わってきたし、体も変化してきたし、今いい生活を送れてるなっていう感じです。筋トレを始めてローファットダイエットっていうのを知ってやりだして、炭水化物抜きダイエットより脂質を少し減らしたダイエットの方がリバウンドもしにくいし、太りにくい体質を作りやすいみたいな感じでやってる人が結構いるみたいで、今までは炭水化物ダイエットしかしたことがなかったから、なんか今新しい感じで、なんか食べれるものとかの全部の表記を脂質が低いやつを選ぶようになったりとか、炭水化物ダイエットをしてた時より体重の落ち具合っていうのはやっぱり遅いですよ。炭水化物を抜くと体の水分が抜けるらしいから、それで一定期間は体重が減るらしいんですけど、一生炭水化物抜くって無理やしだったら私には脂質を少なくするダイエットで、すぐに成果が出ないらしいですけど、まあでも長く続けようって思うんだったら、脂質を抑えながら
炭水化物いっぱい食べてなんか元気に過ごせるようにできたらいいなと思って、今は頑張ってます。そろそろ帰って仕事をしようと思います。はい、仕事が終わったからスーパーに行って買い出しして、帰ってきてから明日の作り置きがちょっと足りない部分があったから、それをちょっと作って、私お菓子とかスイーツがめっちゃ好きで、ダイエット中とかでも、罪悪感なく食べれるお菓子を探し回ってるんですよ。で、最近見つけたたまに食べてるお菓子を、ちょっとだけ紹介したいんですけど、食べ過ぎたらダメなんで BFC バランスに合わせて調節してるって感じなんですけど、まず一つ目がこれです。むき栗なんですけど、これ 100g あたりの表記なんですよ。で、この一袋に 45g かなしか入ってないから、これの半分なんですよ。脂質も 100g あたり 1.4 やから、これの半分って考えたら、あ、全然ありと思って。で、炭水化物も 43.8 の半分やから、23くらいとか、朝時間ない時とかトレーニング行く前、どうしても時間がなくて何も食べれないみたいな時とかにさっと食べれるから、トレーニング前は炭水化物は取った方がいいみたいなことを聞くから、これちょっと炭水化物がローカット玄米1食分ぐらいにはなるから、ほんまに忙しくて何か炭水化物入れないとっていう時のために置いてます。次が、袋開けちゃってるんですけど、これです。ロカボナッツチョコです。こういう感じなんですけど、一袋あたり脂質が 5.3 あるんですけど、アーモンドとかナッツの脂質は良質な油らしいから、そういうのからは取っていいよっていうことだったんで、なんで私はもうこれ大好きで1日1袋食べてしまうんですけど、ナッツの周りにチョコがコーティングされてるっていうやつなんで、ノンシュガーチョコを使用されてるから、普通のチョコレート食べるよりはこっちの方がいいかなと思ってこれにしてます。次が、これマツキヨで見つけたんですけど、バランスパワーアーモンドカカオっていうやつなんですけど、これはちょっと脂質の量が多いかなと思ったんですよ。4本あたりの脂質なんですけど、1袋2本しか入ってないんですよ。なんでこれもこの半分の計算になるから、脂質が 12.3 やから、約6ぐらいで、炭水化物も21って書いてあるから、10.5 ぐらいなんで、これも食べ過ぎるとダメだとは思うんで、本当にこれは毎日とかじゃなくて、たまにどうしてもクッキーが食べたいっていう時に食べてるやつです。なんでこれ脂質が結構あるから、
あの普段の食事から脂質を結構取って、もう脂質取れへんっていう時とかも絶対食べないんですけど、トレーニングとか運動とかめちゃくちゃして、まあ、今日はあの脂質の量ちょっと取れるなみたいな、でクッキーだけ食べたいっていう時に食べるやつなんで、一応買っておいてます。これがなんかプロテインとか売ってるところに置かれてて、種類もいっぱいあったんですよ。チーズケーキ味とかベリー味とかいろいろあったんですけど、成分表を見てたらこれが一番カロリーとか脂質とかが低かったんでこれにしました。でこれちょっと今開けて食べて見せたいんですけど、ちょっと今日脂質をこれ以上取れないからちょっとごめんなさい、まあ、あのほんまにこういう感じの見た目のやつで美味しいんで、これ180円か90円ぐらいで1袋買えるから、まあ、よかったら試しに買ってみてください。でこれビタミン系も結構入ってるみたいなんで、鉄とか食物繊維、カルシウムとかも入ってるから、どうしてもクッキーが食べたいっていう時の、まあ、罪悪感なく食べれるものっていうので紹介してみました。次がこれもたまたま見つけたんですけど、なんか100円ローソンってあるじゃないですか。なんかたまたま100円ローソンが歩いてたらあって、で入ってみたんですよ。でまたお菓子コーナー行って、なんか食べれそうなんないかなって思って見てたら、これがなんか良さそうなやつやったんですけど、オーツクランチチョコチップ&ナッツっていうやつで、こういう感じなんですけど、これ1枚あたりが脂質 1.6 なんで、前に杉薬局行った時になんかこういう同じような感じのやつを買って食べたことがあったんですよ。でそれがめちゃくちゃ美味しかって、でそれも脂質が 1.6 とかやって、2、3日に1回1枚食べるみたいな感じで、本当にクッキーが食べたいみたいな時で、でもこれ食べたいけどでも脂質はここまで取れへんっていう時に、これ1枚だったら脂質が 1.6 だからこれ食べるよりは罪悪感ないかなって思ったから、非常事態が起きてもうどうしてもチョコレートクッキーが食べたいっていう時のために1枚食べてもいいかなみたいな時のために買いました。袋3枚も入ってる、見てなかった、ほんまや、3枚かけるって書いてある。1枚食べてまた次の日みたいな感じで調整して食べようかなと思います。でもなんかパッケージめっちゃかわいい、これ海外のお菓子って感じの見た目で、これはちょっとテンション上がる、美味しそう。まあ、こんな感じで最近見つけた罪悪感なく食べれるお菓子はこういう感じなんですけど、また他にいろいろ見つけたらまた紹介しようかなと思います。本気でダイエットしてる方々からしたら、なんでこんなん食べるんみたいなって思われるかもしれないですけど、ストレスなくやりたいなっていうのがあるから、まあ、たまには食べさせてみたいな感じのやつです。毎日毎日これを全部ガバガバ食べてるわけじゃないから、まあ別にいいかなっていうのと、たまの息抜きに食べようっていうので、まあ、常にこういうお菓子とか、まあ、他の食材もそうなんですけど、まあ、いろいろと探して、まあ、楽しくできればいいかなっていう感じです。今が夜の9時半なんですよ。なんで、まあ、もうちょっとしたらお風呂に入って、まあ、今日はもう寝たいと思います。